はい、笹です。こんにちは。プログ話なんですけどもね、面白いの見つけて楽しんでました。楽しいんだか苦しいんだか、でもやっぱ楽しいのかみたいな感じなんですけども、昨日思いついてね、レングスなんですけども、ISO と同じように仕様変えようってことでね、こういうやつですよ。両方とも変数で与えた場合に、こういうふうにこうバックトラックして、こう長さが0から1234と増えていくんですね。こういうふうな仕様にしようと、なぜならその、井高先生の本にもあるように、この左側に映ってる len という定義ですけども、これは非常に極めて自然な、定義であって、でこれだと len も同様にこう ISO プログと同様に動くわけですね。あ、なるほど、これはと思ってやったんだけどね、これんちね、落とし穴があったんですよ。気がつかなかったな。だいぶ半日ぐらい考えた、やっと分かったってことなんですけども、なぜかと言いますと、この定義によると、例えば、長さが5の連でこうやるとですね、ここまでいいんですよ。長さが5の、リストが得られますよと。で、問題はここでバックトラックしのにセミコロンを押すと、ここで、別館探しに行って無限ループに陥っちゃってんですね。ありこないから答え返ってこないんで、コントロール C で止めますけれども。で、あ、そっか、そこかってやっと分かって、で、こういうケースでも引っかからないようにですね、レングス X の5とやって、組み込みの方はここでもセミコロンでバックトラックしてもノーを変えるようにしました。ただ定義がね、確かにその素朴で論理的にすっきりしてるし、シンプルでいいんだけども、素朴すぎて、これだと別解探しに行っちゃうもんで、なんていうことで、ループを使うようなやり方に実装の方は直したんですね。で、動くようになったんだけれども、あとで詳しく言います。これこれですよ。詳しくお話します。メディウムに英語版で投稿しておきましたんで、前にもちょっとラマヌジャンのタクシーナンバーですね、これを計算するのにね、レングスを使ったうまいコードがあったんですよ。それを思い出して発掘してきたんですね。こういうやつでして、レングスの、両方とも変数である時のさっきの性質を使って、格子を生成するんですね。2つの整数の組を順次作っていくと、それでタクシーナンバーを求めていくという非常に巧妙なコードなんですけれども、これを使うためにはレングスがさっきのような仕様になってなきゃいけないんだけども、ところが素朴な仕様で作った組み込み関数がね、さっき言ったようにバックトラックした時に無限ループにはまってしまって、ダメだってことに半日ぐらいかかって気がついてですね、それで直したら、現在のプログはちゃんとここにも書いてきましたけども、1729ってタクシーナンバーですね、これを計算するように現在はなっています。で、それで、あ、面白い題材だと思ってレディットに投稿したんですけれども、そしたら面白いね、回答いただきましてね、これですが、ペンスターギブズプロパーターミネーションってことで、そうかと思って今やったんですけれども、ペアのスタイルですね、0からスタートして継続数 S0 を SSS0 SSS0 っていうふうにやると、これだとバックトラックをしても、ノーが返って終わるんですって。その三実アラビアスーと違って、ペアのスーってのもストラクチャーですから、で、ここで別解探しに行かないんです。ここにちゃんと止まれるんですね。あ、なるほどな、うまいなと思ってたんですね。だからこれを応用すれば、よかったんだろうけど、まあ、理念的には定義はあの通りなんだけど、まあ、ループ使っちゃっても中身としては OK かなみたいな感じで、現在の実装にしました。
というわけで、動くようになってます。ラマヌジアンのやつっていうのはね、タクシー PL、ここに入ってます。これね、インドーさんって人なのかな、のすごい上手い回を見つけて、でそいつがSWI 用に書かれたもんですから、ISO プログの範囲で動くようにちょっとだけ直しましてね。そしてタクシーのってやって、 R の XY、 ラマヌジアンの R ですけれども、こうやると、瞬時にこのタクシーナンバーの解が求まると、いうふうなことなんです。現在の実装で、この辺りが動くようになりましたんで、お試しください。で、英語版の特にね、レディットのプログの方はね、極めて優秀な人たちが見てるみたいです。リスプの方はね、たまに優秀な人たちも見てられるみたいなんですけれども、たまにちょっと困った子ちゃんとか、ちょっと頭が困った子ちゃんも見てて、たまにちょっと大変な時もあったんですけれども、プログ世界はやっぱしすごいなという感じです。で、世界の人たちが見に来てるから、ちょうど野球世界でいうプロ野球大リーグ、アメリカ大リーグみたいな感じで、すごい人たち見に来てんだなぁなんて感じがします。人はいいんだけど、ちょっと頭がちょっとあれなんだよ、大変だ。バースさんにまた絡まれたらどうしようかなって冷やしたんだけども、バースさんはなんかあまり今回おとなしくしてくれてるみたいで、大丈夫みたいです。これツイッターのところにね、ポスティングしたよってあげたら、あれ、このアイコンはバースさんじゃねえかとかってヒヤッとしたんだけども、大丈夫みたいですね。はい、ということで 面白がってます。じゃあ。